オルドリッチ、エイムズ・オルドリッチヘイゼン・エイムズは CIA 工作官。ソ連 KGEB 及びロシア SVR の協力者であることが発覚し1994年に逮捕された。1963年シカゴ大学文学部卒業後 CIA 入局。工作官として1969年から1972年、アンカラ、 1972年の1976年、工作本部ソ連東欧部。1976年から1981年、ニューヨーク。1981年の1983年、メキシコシティ。1983年から1986年、工作本部ソ連東欧部。1986年から1989年、ローマで勤務。 ロシア語を介するので、ニューヨークでは CIA 協力者のソ連人外交官2名を扱った。1984年に巨額な報酬を求め、自らアプローチしてソ連 KGB の協力者となった。当時のエイムズは CIA のソ連に対する協力者獲得、運営工作のすべてを知り得る役職であった。そのため、ソ連側に高額な対価を要求し、 それが受け入れられるとトップクラスの協力者10人以上のリストを漏洩させた。ソ連では全員が逮捕されほとんどが死刑にされた。これは CIA に壊滅的な衝撃を与えた。その後も1994年 FBI 公安部に逮捕されるまで約9年間にわたってスパイ活動を続け数千件の情報を提供し続けた。逮捕時の役職は 工作本部中央ユーラシア部防用統括部長である。エイムズは大量の機密文書を無造作にビニール袋で持ち出し、ソ連及びロシアからの報酬で高額な家や車を購入していた。また、アルコール中毒にも侵されていた。このような人物が9年間も逮捕されなかったことが後に批判されたが、CIA 内部でもエイムズを疑う声は上がっていた。しかし、 CIA 内部に蔓延していた身内に甘い体質のためにポリグラフ検査で疑わしい結果が出ていたにもかかわらず決定的な証拠を見つけられず逮捕には至らなかった。FBI 公安部との合同捜査によりようやく徹底した捜査が行われ自宅から証拠が発見され逮捕された。2017年現在仮釈放なしの終身刑で服役中。ありがとうございます。